なりゃ私でよ。妖魔が砦を襲ってるみてえだな。見過ごすことはできまい。急ぎ救援に参ろう。大王、こんなもんがあるなんて聞いてねえぞ。あの兵器が妖魔を倒したのか。あれはトラ戦車。ならばこの辺りに月影との兵器が動き始めた。おいおい、こっちを敵だと認識してるみてえだぞ。自動で動くってのはすげえからくりだな。ってどんなやつがこいつを作ったんだ。月影殿とおっしゃる再演でござる。事情を話せば心強い味方となってくれるはず。次々と兵器が動き始めている。全て壊すしかないのか。こういうカラクリを作るときにはよ、暴走を防ぐための仕掛けを作っておくもんだ。あれなんか怪しいな。これでこの辺りの兵器は止まるはずだが。奴らも月影ってやつを探してんのか。再び妖魔が現れたか。急ぎ月影殿を探さねば。少しはここで口当てろ。メッス。
覚がいい。見事な戦ぶり。少し疲れた。ならば地獄へ道連れに。頑張ります。私でよいのか。遊びに来たぜ。さあ、月影はどこだ。おい、まずいぜ。兵器は俺たちが止めちまった。ならば我らが武を持って孫悟空を退けん。今日は月影とおもちゃで遊ぶんでな。お前らの相手をしてる暇はねえ。ここにしてやるわ。ぺちゃんこにしてやるわ。私を買いかぶらないでほしい。やりやがったな。少し疲れたもんすかね。せいぜいあがくがいい。やるじゃねえか。少し疲れた。こっからは全開で行くぜ。私のトラ戦車が、まさか私の留守中にローマの襲撃が。私で良いのか。興味深い武器をお持ちですね。少々私にお貸しいただけませんか。嫌なこと。仕組みを知りたかったのですが、残念ですね。おう、聞き分けが。ならば実力行使いたします。いい。高名な才女とお手合わせ願えるか。よき修行となり申そう。
礼しました。少々強引に過ぎたようですね。退散退散っと。敵将を討ち取った。よかった、勝てたようだ。